おはようございます。よくいらっしゃるんですか？12月から毎月、去年の。あ、去年の。去年の。へー、これで YouTube 上げても大丈夫ですか？大丈夫です。はい、も YouTube 上げてるんで。あ、そうなんですか。はい、あれ、もう一人のよくいらっしゃるお姉さんは今日はいないですか？お姉さんも来ますよ。あ、来るんですか？うん。あ、私も久々にこの格好で来ます。あ、そうなんですか。もう3ヶ月くらい普通な格好で。あ、車好きなんですね。大好きです。何気に普通の車で来ちゃってるけど。あ、他のイベントにも行くんですか？まあ行きますよ、車のイベントとか。あ、お住まい群馬の方ですか？あ、違うんですか、どこですか？埼玉県。あ、でもね、車に貼ってるステッカーはほとんど群馬です。あ、そうなんですか。え、群馬のステッカーってどういうステッカーですか？陶芸、ジャパン陶芸プロジェクト。あ、なるほどなるほど、そういうことか。うん、だからやっと赤木と草木と液状混ぜのステッカーを書いたんです。ああ、まあそういうこと。うん、だから草木ダムってお饅頭を買おうか、春菜行くか、はい、混ぜ陶芸行くか、はい、裏山ダム行くか、前悩んでて、はい、で結局ステッカー買ってきた。ああ、なるほど。結構みんなお知り合いが増えちゃって。ああ、去年の12月から、じゃあちょうど1年。毎月ダムサンデーのみですか？ダムサンデーのみと平日ひょっこり来たりして。あ、平日も？うん、へえ。で、平日やっぱこんな感じないんで、全然。あ、そうですね、誰もいないから。あ、今日なんか珍しいですよ、トラック。うん、あ、はいはい。これももう一人の方の知り合い。へえ、なるほどね。大体私はスカイライン系統。あ、そうなんですか。スカイライン好きなんですか？うん、大好き。乗ってらっしゃらない？あ、乗ってない。乗る気もない。乗る気はある。あるけど、たまに3人運転している知り合いの。ああ、そうなんですか。へえ。買うとしたら3人がいいんですか？3人か3、4。3、4。ああ、なるほどね。炭酸はいいけど、はい、好きなのはね、軽くて、はいはい、スタイリッシュな方がいいんです。あ、いいのは分かってるけど。あ、34より33の方が大丈夫にできるはずだから。この辺も知ってる車なのかな。この辺もよく来てたんで、こんにちはって言える。もう一人のお姉さん連絡取ったりするんですか？あ、しますよ。あ、するんですか？今日何時頃来るとかも分かってるんですか？だいたい多分今9時40分頃かな。だから10時から10時半の間に。あの人も確かに他のイベントでも見たことあるんだよな。あの人、あられちゃんの格好したことありますかね？あ、違う違う、それも別な人。あ、それは別な人？別な人。あられちゃんの格好した人にもう一人いる。あ、別な人なんだ。あられちゃんじゃなくて、うん、別な人。同じ人かと思った。違うんだ。あられちゃんも車好きなんですかね？あられちゃんも好きですよ。アメ車のイベントで行き合ったんだよな。あ、じゃあ大室とかの近く。あ、一先の、はい、はいはい、10月10日にあったイベントで。なるほどなるほど。あの人はダムサンデーあんまり来ないんですか？今日も来ますよ。あ、来るんですか、あられちゃんの格好で？かな、あられちゃんの時が多いですね。他にはどんな格好するんですかね、あの人。いろいろと。いろいろ。やっぱアニメのキャラクター多いんですかね。やっぱりあの鬼滅が好きな感じのタイプだから。あ、鬼滅なんだ。この髪飾りとかも、うん、へえ。あとは持ってるものとかも前鬼滅グッズが。あ、そうなんだ。そうそう、へえ、うんうん、なるほどね。もう今日やっぱり多いよ。ダムサンデークラシックと、はいはい、一般のこの第一第三に分かれたんだけど、はい、第一の方になるとギャラリー差がすごい。ああ、第三も来たんですか先月？第三来ましたよ。そしたらあんまりいなかった。なんかやっぱりクラシックなんで。じゃあクラシックの方はいたんですか？結構クラシックの時はこの辺はこんなに埋まんなかったです。あっちの第あれ、向こうはなんていうんです、第二ですか、第三？向こうはいたんですか、クラシックカー自体は？いましたよ。あ、いたんだ。うん、だから1980年以前の車っていうくくりになってるから。あられちゃんかな。あられちゃんかな。あられちゃん、この人。あ、本当？
あられちゃん、あられちゃん、あられちゃん、ジャパンだと、ジャパンだと、ジャパン、ジャパン、アラパンね。おはようございます。曇って何も見えませんあれ、高橋さんは歩いてきたよ今日は。あっち止めていいんかな。あ、はい、かわいいな。いろんなことがいるんですね。いるんです。この方は初めて会いました。あ、本当？はい、あの人とは違うんだ、はい、あのお姉さん、あられちゃんの格好してま、今度もあるんですか？ありますよ。あ、俺、あ、なんか一先のアメ車のミーティングで一度お見かけしました。はいはいはい、あちこち行ってますから。あ、じゃあ車は好きなんですね。そうですね。へえ、毎月のように来るんですか？そうですね。あ、これ YouTube 開けても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、どこ乗ったの、どこ乗ったの、あとこっちなんですよ。身長どこですよ。形が高くなって何新宿の場合ですか。あー、キャンピングコーダー。あ、そうなんだ。カウントダウンとか行くと、お座敷なってるジェットの車とかありますよ、後ろ。あ、そうなの。そうそう、全然そこで飲んだりとか見たことある。あ、そうなんだ。カウントダウンってどこであったの？歌丸会の場合は、今回は、今年はカウントダウンは寄居の方でやるって言ってます。寄居町で、工業団地の方かな。これ歌丸会の、ま、方とはまた違う。あ、違うんだ、うん、でもそこに歌丸会主催の中でいろんな、ああ、そういうこと、うん、ものすごい大人になります。そういうのにもいらっしゃるんですか？は去年は行かなかった。帰省するんで、あ、結構行けない時があって。あ、そう、季節の改造車を、あ、季節、私の場合お正月帰省して、あ、そっちの帰省か、ごめんなさい日本語はいろいろ意味があってます。まだと本で帰っちゃうんで。あ、そういうことですね。そうそう、700キロくらい先に行って。そうなんですか？そうそうそう、そういう時って来ないよって言われてもね、何時間も。あ、そうなんだ、うん、お仕事の運搬車両じゃないんだ、イベント用なんだ。イベント用が結構多いらしい。あ、そうなんだ。実際使ってる方もあのいるけど、それ抑えて抑えてやんないと、あの会社によって。あ、そりゃそうだ。入れられないけど、ね、はね、はね。あー、すげえ落ちたな。あられちゃんに会えたね。いや、すごいな。もう私がこの格好してるレアだと思う。最近この格好してないんです。あ、そうなんですか、はい、でもなんか写真どっかでネットでこの格好で主催者のこう真ん中にした写真が出てたよな。あるかな。うちは YouTube やってるけどね。あー、知り合いか。もしもよかったら、はい、なんですか、登録してもらえれば。ああ、了解です。なんです。とね、曇ってねえ。曇ってねえ。あれ、なんの車？これなので、曇って見えないけど。よもねこさん、はい、分かりました。お願いします。300人、じゃあ326人目になりますよ。お願いします。よもねこさんね、はい、はい、本物のよもねこさんもいるんで。え、偽物なんですか？うん、あの歌ってみたのよもねこさんっていう方がいて。あー、そういうこと。で、その方は大ファンで、で、使っていいですかって言ったら、名前使っていいよって来たんで。あ、そうなんですか。同じよもねこなんですか？こっちはひらがななんだけど。あー、そういうこと、そういうこと。よもがよもぎのよもなんで。あー、なるほどね。そうなんです。愛しました。レアでいっぱい撮ってたよ。はい。今日も私もいっぱい撮ってかなくちゃ。そうですね。はい、いっぱい撮って。ありがとうございます。あ、どうもです。こちらこそありがとうございました。はい。
これ俺の？これ油。これ俺の？なんだかだね。ああ、あれ？嘘だろ。嘘だろ。やばいじゃん。やばい。近日公開、カミングスーン。